で今回紹介するカードがこちら、不可思議ビタ玉になります。効果なんですけど、無限クライムさんのダブルブレイカーまではよくある能力なんですが、この後にちょっと変わった効果を持っています。それがこのクリーチャーが攻撃するとき、相手の山札から呪文が出るまで表向きにし、それを自分が詠唱できるというものです。でこのカード、結論から述べますと、困難のベビリアでトップクラスに位置するカードです。理由はいろいろあるんですが、まあ普通に考えて、相手のデッキによってライフで1マナ加速したり、ヘブンズフォースで横にクリーチャー展開したりと、理論上様々な動きができるのは非常に面白いじゃないですか。まだこの呪文詠唱、なんと忍じゃなく強制効果なんで、相手のオールドミートを詠唱して世界一かっこいい自爆をすることもできちゃいます。しかも無限クライムの切り札であるゲームエンペラーが場にいると、5コスト以下の呪文が全て効果を失うので、相性はもちろん最悪。おまけにこいつ、ギャブルと違って効果の発動が場に出た時じゃなくて攻撃時なんで、そもそも効果を発動するまで生き残れるかどうかも分かりません。まあ一応青黒のコマンド持ちなんで侵略は可能なんですが、正直これ入れるくらいなら余裕でベゴマカイン入れた方が強いです。というわけで、こちらのカードは値上がりする要素が一切ないので、万が一100円以上で買い取ってる店があったら速攻で売りつけましょう。というわけで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。